ますよ。ブレクロイチビデオ。隊長、この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。お前ら、この辺の家も全部燃やしちまえ。待て。なんだ、斉藤か。春田、お前何をやってる。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえで済むってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかってのか。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだったな。なら一ついいことを教えといてやる。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でも俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃな。勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、斉藤。甘い。
坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬、さらば。